チャンネルです。今日はなぜこんなにテンションが高いのか、それは僕は有給を取ってみんなが働いている時にこんな横になりながらチンチンを触りつつウイニングイレブンやってるというこの現状、最高、背徳感の塊。これ見てくださいよ、これどういう形なんです結局。あどういうこと、ハゲ、ルノーコアド、このハゲ香る、うん、ハゲ、ハゲガチャ来た。おい、ハゲ、おハゲガチャなんですけど、おい、お前ら、おい、コナミが俺の言うこと聞いてくれた、ハゲガチャじゃねえかおい。今回の銀最高、うわ、ちょっと待ってくれ、マジで、なんだこの神ガチャは。おい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 、宝の山じゃねえかよ、おい、見るとこ全てが宝、なんだこの視野に収まらねえ宝が。やっていく、こっち行こう。まあ一発目からピエラ当てますよ、とりあえず。星持ってるでー。あー、星がー、星がー、お、銀だ。おい、来た来た、はい、黒黒、はい、黒、はい、黒、ドーン。は塾長、ビール出てくれよ、よーし、こうなら課金するしかねえみたいな感じで言おうと思ったのに。は一撃。おい、分かってんのか、なんでビエラが来てくれたか分かってていいのか。そう、こいつはハゲの申し子なんだよ、トップオブハゲ、本物のハゲ。こいつが来たからで何をしなきゃいけないか分かるか。こいつで惑星を構築しなきゃいけねえんだよ。だからまあ現役でね、すでに星を張れるやつ何人かいます。しかし見てください皆さん、このガチャまだいるんです、まだいるんです。ほら見ろよ、これ地味ぶりや、俺これ大丈夫ダメだ俺こいつダメなんだよマジで、地味ぶりやわ、もうこいつのおちんちんみたいな頭がつきすぎる。残りの財産が尽きるまでハゲかき集めたいと思います。さあ次のハゲを来い。逆に黒良くない、黒良くないよ、銀だよ、だー、持ってもうてまう、星持ってます、僕星持ってますわ、持ってますわ。暴露します、僕コナミの社員です、いきますよ。さてと呼んじゃおっかな、ハゲさん出番ですよ、ハゲさーん、ハゲおお、ダブルハゲ来た、ハゲ2枚抜き、ほれほれほれ、ハゲホイホイ、令和チャンネルというののハゲホイホイ。でもさ、俺こいつ欲しいよ、こいつ。誰だっけ、あ、こいつ、俺こういうジミブリアン欲しいよ、ジミブリアン。おお、新しいハゲが来てしまったおい令和よ、わしとサッカーせんか、カモンベイビーアメリカー、来たー、しゃー、来たー、うわ来てる来てる、しゃー、おい、できた、総合値92、強いな。まあの総合値だけで見たらまあまあまあって感じじゃない。おお、お前、あ、結構ボールも触れちゃう感じ、彼ちょっとボール触れちゃう感じね。いや、強っ、はぁ、早っ、強っ、あぁ、なんだこれ、あはは、なんだこれ。さっきさ、なんて買ってたじゃん、その中でさ、トレードできるやつとかいねえのかな、いねえかな、そういうやつがいたら、こう光ってんのか。あ、いたよ、金ペンペンいける、出た出たこれやな、こいつがもう、こいつがもうやばい。あ、こいつもいいんだけどね。でもこいつなんかほのかに噛み合うんだよな。これはハゲとは呼びません。ふぅ、困ったものだね。困ったものだね。君のようなハゲがいると。君のような勘のいいハゲは嫌いだよ。なあ、お前らが決めてくれ。俺には決められない。第三者で背中押してもらえないと前に進めない。ダメだ、もうお母さんとお父さんが離婚して、あんた、どっちについてくの、それ言われた時ぐらいわかんねえ。俺決めましたわ。僕決めました。やっぱり、金色のハゲっつって、彼は欠かせないと思うんだ。ボルアバレルの顔見てくれよ。
わしを取るも取らぬも、お主の自由じゃ。己の実力を理解してるからこそのこの余裕。他のやつはさ、おい、レバー、俺を取ってくれよ、俺を輝かせてくれよ、でも見て、ボラボラの。わしは、どちらでもええ。好きな方を選べ、レイバよ。お前が欲しい、ボルハバレロ。うちに来ないか、ボラバレロ。うちで、一人のハゲ、いや、惑星として、働いてみないか。先代のハゲ姿どこだ、先代のハゲ姿も残ってんだろ。どっかに絶対いる先代のハゲが。先代の、あ多分これ。多分これ。お久しぶりみんな、なんだ超可愛くないお前ら、レイバー待ってたよっつって可愛いよナウド。ナウド回そうぜ、なんかヤリサーみてえに。よ、俺がナウド一発はめるからよ、その後お前2万人で回そうぜナウド。もうあんなのぐちゃぐちゃしようぜナウド、みんなで。でこいつハゲだと思うじゃん、この左ウィング。こいつハゲじゃねえんだよ実は。こいつ髪生やしてんだよ、赤い髪生やしてんので、ディアメも生やしてんだよ確か。俺ハゲに詳しすぎない？おい、でもこのゲームで誰よりもハゲに詳しい。これ悲しいお知らせ、お知らせなんです。あのハゲじゃないんですよタリスカ。昔僕スカートでタリスカ撮ったじゃないですか。こいつハゲじゃないんですよ。こいつ実は Tinder と一緒で、こいつハゲの画像で俺釣っといて、で実際あったら髪の毛あったのよこいつ。もう一回あんのよこいつ。まず許せねえと思って俺。最初これでいきます、履いてみよう。おー、なんか、始めたてみたいな感じ？やっちゃっていいっすか？こっちではや、あの天下の大将軍、ハゲの大将軍、パトリック・ビエラ様がおるんじゃ。負けるわけなかろうって。おい、人間が犯してる病気じゃねえ！おー、人間が犯してる病気じゃねえんだそこは！おい！ジビブリアン！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 やあはははいや、お前ははちょ、待って、今しかないわ、あなたの幅を見せるの、幅の、おい、地味ぶりやってめえ、邪魔してんじゃねえ、幅の呼吸を。スピードワゴンはクールにさせ、あは悔しい。めちゃくちゃ悔しいです。わかった。ネタやめるわ。ネタやめます。すいません。もう、負けるのはやめる。ペペレだ。お前いつまでタラのハゲでいるんだ。お前いつまで武藤刑事のままいるつもりだ。早くペペレラになれ。じいさん、あんたも黙っちゃいられねえよな。OK。ボラボラ行け。もっと強くない。あと、お前忘れたわ、ナウド。お前もな、確か今レベル1のまんまで、お前の顔と面白い顔だけで今まで笑い取ってきた。違うよな。そうだよな。お前ら強えよな。そうだよな、ハウド。お前の本来の力見せてくれよ。バカ野郎か、俺は。俺はバカだ。コーラ取ってくれ。ちょ、炎蔵寺と話してて。炎蔵寺がこのハゲスカットに対してどういう思いを持ってるか。どういう思いを持ってるか。ちょっと後で俺教えて。おい、炎蔵寺なんて。炎蔵寺なんて言ってる。エンゾンジ。エンゾンジ、お前、俺は、ハゲをやめたい。お前何言ってんだ、エンゾンジ、ざけんな。あ、そうじゃない、ハゲは恥じることじゃない。お前こそが正しいんだ、エンゾンジ。自信を持って、俺は許されるぞ、エンゾンジ。ハゲ界の頂点に最も近いと言っても過言ではない。そんなお前が、ハゲである己を否定する。許さない。俺は、お前許さねえ。お前許さないからこそ、お前を育てる。エンゾンジよ、ハゲも悪くないぞ。エンゾンジよ、お前に知ってほしい。ハゲであってよかったと。このチームに入って、一緒にプレイをしてほしい。何人もの、お前と同じ境遇の、不遇な奴らがたくさんいる。そいつらと共にボールを蹴ってみないか。その時、お前がそれでもハゲが嫌いだと言うなら、その時は俺のチームを去ればいい。だが、しかし、俺のチームでプレイをしてないにもかかわらず、ハゲであることを否定するなんて。お前それはさ、俺が切れちゃうよ、それは。そんなことは許さない。お前は、もう家族だ。エンゾンジよ。
足りないのなんだと思う？そうだよ、分かってる、デスゾーンだよ。このデスゾーンじゃダメなんだ。じゃあどうすりゃいいんだよ。黒色に染まった力じゃ、力だけじゃダメだってのかよ。お前たちに本当のデスゾーンを教えてやろうではないか。その声はやっぱまさかボルアバレーロボルアバレーロか。お主ら先ほどから見ていてはそれをデスゾーン、はあ、わしを侮辱しておるのか。すいません、バレーロ様、本当のデスゾーンというのは一体どういったものなんですか。わしが教えてやろうぞ、令和チャンネル。